日本各地に眠る素敵なサウナとその先に広がるカルチャーを探すアンドサウナ。本日は豊沢リポーターの地元である千歳市へ、支笏湖が体感できる旅館サウナを味わいます。サウナの匂いしてる。落ち着く、いい雰囲気ですね。サウナ自体は今外にあるんですよ。だから外にこうサウナが突き出してるような感じで、樽型のバレルサウナです。ストーブがあるんですけど、ストーブの前に柵もある。ストーブもね、横長。木の色合いからいくと多分新しくできたわけではなくて、長く使われているサウナ室。やっぱり最近いろんなね、新しいサウナ施設できてますけれども、古いものはもう残すしかないから大事にしたいですね。こういう長く使われているサウナ。優しいです。なんとこの水、支笏湖の水なんだって。料理で優しいと思いましたよ。そして休憩は目の前。すごい、これも新しい支笏湖未開記憶です。ああいいわ。国立公園の中だし、こんなに湖に近いところで入れるサウナってなかなかないですよね。